ブレイク・オー・ブリース・ワイ・ハートは、アメリカが州国テキサス州タラント軍、ベドフォード出身のプロ野球選手。宇藤良ダ、MLB のワシントン・ナショナルズ参加所属。2011年の MLB ドラフト1巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、8月15日に契約。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッドソックスで2試合に出場した。 2012年は A 級グリーンビルドライブでプレーし92試合に出場して打率2627本塁打53打点6盗塁を記録した2013年は A 級セーラムレッドソックスでプレーし103試合に出場して打率2982本塁打42打点7盗塁を記録した2014年は AQ ポートランドシードックスで開幕を迎え、92試合の出場で、ダリズ打率。312本塁打、55打点、7盗塁と結果を残し、8月4日にトリプル AQ ポータケットレッドソックスへ昇格。トリプル AQ ポータケットでは18試合に出場して、打率。261、1本塁打、9打点、1盗塁を記録した。 オフの11月20日にレッドソックスとメジャー契約を結び40人枠入りした。2015年5月2日前日にライアン・ハニガンが右手を骨折して故障者リスト入りしたためメジャー初昇格した。同日のニューヨークヤンキース戦で9番保守で先発起用されメジャーデビュー。5回裏には初安打を放った。 その後はルーキーながら正保資格で起用されるようになり、最終的には84試合に出場した。打率、274、5本塁打、31打点、4盗塁という成績を残した。2016年は左翼手としても出場したが、6月4日の守備で、左足首を捻挫したため翌5日に15日間の故障者リスト入りした。 結局この年は19試合の出場に止まり、打率258.5打点に終わったが、出塁率は365だった。オフには、保守から正式に外野手登録となった。2017年は、トリプル A 級ポータケットで53試合、メジャーで6試合に出場し、またルーキー級、ガルフコーストリーグレッドソックスで9試合にも出場した。 レギュラーシーズンでは5打数で1アンダー、2打点で本塁打はなかった。また守備固めの保守としても起用された。2018年のスプリングトレーニングの間に1塁手、3塁手、保守、左翼手とユーティリティープレイヤーにコンバートされた。5月の中頃には代理人が出場試合の機会を求めてトレードを志願していた。その時点で32打席で4アンダー、打率。 138を残し、保守、一塁種、左翼種、指名打者として起用されていた。8月3日に筋断裂で故障者リストに入った。ここまでで51試合で打率、226、1本塁打、6打点を残していた。8月14日にメジャーに復帰した。レギュラーシーズンでは、控え選手としてずっと試合に出場し、82試合で打率。 229、22出塁率。285、長打率。328.3、本塁がだった。2019年4月16日に、ディエフェとなった。2019年4月19日に、マーカス・ウィルソンとのトレードで、アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。8月12日に、ディエフェとなり、14日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級リの A シズウへ。 配属された。9月30日に FA となった。2019年12月16日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年8月25日に FA となった。2021年1月28日にワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。 ありがとうございます。